アメリカの雑誌ストーリー史にて1938年に発表され、反響及び欧米で大ベストセラーとなったものが1939年に単行本化された。日本では北大美和子の翻訳で2001年4月に文芸春秋より日本語翻訳版が刊行された。特徴的なのは前編において書簡の内容のみで物語を構成している点である。 1930年代前半に親友の間でやり取りされた往復書簡の内容をそのまま映し出している。かつてアメリカで画廊を経営して成功した二人の親友。アメリカに残ったユダヤ人とドイツに帰国したドイツ人。二人は絵に描いたような親友であったが、やがてナチスドイツが台頭することによって状況が一変する。 友情が引き裂かれていく様やナチスに対するそれぞれの思惑、そして最後には届かなかった手紙へとつながる。政治的背景についての細かい記述は本書においては一切ないが、その分想像力がくすぐられる。ナチスにより状況が一変させらける状況をすべて読み手に任せているのが特徴で、手紙の内容はシンプルであり、さらには冷酷でもある。 ありがとうございます。